どうも、虹色ライダーでございます。虹色音戦始まりました。ひっそりと、えー、今回は映画の回でございます、えー。僕が昔見てた映画を話すという回でございますが、今回はグレムリンですね。えー、だいぶ古い映画ですけれども、グレムリンは1と2とありまして、1が1984年ですね。2が1990年。まあどちらも古いんですけれども、僕もまあ子供の頃に見てたなという記憶で喋りますが、えっ、ー、と、まあ、 あの当時見て僕は子供心に面白かったなっていう印象があって見返してはいないんですけれどももう,もう一回見たいなとは思ってますはいちょ,ちょっとねあのチャッチく見えるかもしれないですけどまぁ、あ、あの可愛い可愛い,いのかっていう感じですが謎の生物が、えー、ギズモっていう名前なんですけれどもそれを、えー、最初息子へのクリスマスプレゼントで、えー、お父さんが、えー、チャイナタウンのこ 当店のカゴにそのモグワイって最初呼ばれてたんですけどそいつを買うんですねでギズモって名前になってギズモを買うにあたって三つのルールがあるんですよで一つは光に当てないと長く当たると死んでしまうからもう一つは水をかけない濡らさない細胞分裂しちゃうから <laughs> でもう一つが夜中に食べ物をあげないこれを破っちゃうと変身して凶暴なグレムリンができてしまうっていう 理由から、この三つのルールを守んなきゃいけないと、買うにあたってね。で、まあ、結局、それがちゃんと守れなくて、細胞分裂しちゃって、まち、あ、ゃあパニックになっていくっていう。で、まあ、いたずら好きなんで、こう人間にちょっと悪さするっていうか、それではちゃめちゃになっていくっていう感じですね。はい。なんか1のね、印象があんまりなくて、まぁ、あ、2の方がやっぱ、すごい、いろんなグレムリンが出てきて、 で悪さ、めっちゃ悪さするっていうかもうなんか人間っぽくなんかサングラスかけたりとかさ、なんかポップコーン食べたりとかさ、なんかそういう印象があるんですよ。街を占領するみたいな。こっちの方がなんか印象残ってるんですよね。で、まあそんな中、あの、元々のそのギズモはいいやつだから、まあ悪いグレムリンたちをこうやっつけるみたいな感じで頑張るんですね。奮闘するみたいな。確かそんな感じだったと思います。だから人間が、まあその主人公、そのね、 プレゼントでもらっっった息子がどううとかすすするるてていい全部わけじゃななはずなんですよ結局グレムリンがグレムリンを鎮圧するみたいなそういう話じゃなかったかな間違ったらすいませんコメントください <laughs> そこまで調べてないっていうな感じですねなんか猿のような怠け者のような顔の部分はそうなんだけど毛がモサモサしてて、まあ、ちっちゃくて かわいいみたいな感じなんですけど。別にね、人形とか欲しいなとは全く思わなかったけど。で、悪さするそのグレムリンが異常に気持ち悪いよね。<laughs> 爬虫類かっていう感じで気持ち悪かった気がするんですけど。しかも普通に喋るんだよね。確か。で、知能を持っているやつも確かいたはずだし。なんかこの時代にはすごく衝撃的な新鮮な感じのお話だったなという。 まあだから結構ヒットはしたんじゃないかなとは思います。改めてね、また時間あれば見たいなとは思いますが、こんな感じで、えー、まあ大したことは言ってませんけども、えー、グレムリン1、2あります。知らない方はぜひ見てみてください。以上、虹色音声終わりたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。さよなら。